こんにちは。僭越ながら手塚治虫先生がですね、自分の精神的な後継者に誰を指名するかと考えた時に、おそらく荒木裕彦さんを指名するんではないかなって気がするんですよね。もちろんこれは私の勝手な予想でありね、そんなバカなと一生に伏されることかもしれませんけども、私こういうふうに思うんですよ。手塚治虫さんのまあライフワークといえば、言うまでもなくこれは火の鳥だと思うんですね。そして火の鳥を中心として手塚治虫さんが発表した400以上の作品っていうのが、生命の賛歌といいますかね、美しさとか辛さとか、こういったものをまあすごく巧妙に表現してると思うんですよ。それこそ時代を超えて、時を超えて、世代を超えて、場所を超えて、世界中に、宇宙中にです。じゃあ荒木裕彦さんのジョジョの奇妙な冒険のサブタイトルをつけるとしたら何かというとね、深紅の秘伝説ということもあるんですけども、やっぱりね、人間参加っていうテーマなんじゃないかなと思うんですよ。つまりは手塚治虫さんの火の鳥という人間の生命に対する神秘と敬いと不思議、こういったものと荒木裕彦さんの人間参加っていうのは、こういうねテーマで一致してるんではないかなと思うんですよね。まあ本当にですね、手塚治虫先生がたくさん数ある作品の名作の中に、あのジョジョな奇妙な冒険みたいなストーリーを作っていても何ら不思議はないですしね。で、逆に荒木裕彦さんがそのストーリーの中で鉄腕アトムやジャングル大帝みたいなストーリーを挟んだところで、それはそれで違和感がなかったんじゃないかなと思うんですよ。そのぐらい本当にね、それぞれに個性的といえば個性的すぎる2人なんですけども、奇妙な一致点があるんではないかなというふうに私は感じてしまうんですけどね、本当にね、あの荒木裕彦さん の, あのジョジョの奇妙な冒険っていうのは、小さなねストーリーがたくさん湧き出ていって、その一つ一つがスピンオフして長編になってもおかしくないようなね、そんな物語をはらんでいますよね。私はそういうふうに感じるんですけども、いかがでしょうか。